皆さんこんばんは、ひよりまるです。今日は10月の26日に販売されるふもっふのお店さんから出るふもトゥルースオープンエアーゲーミングヘッドセットを先行レビューしていきたいと思います。イエーイ。でこちらのヘッドセットなんですけど、東京ゲームショー2022の方で先行公開がされてて、そこで試したりすることができたんですけど、私も実際に試してみて、その自分の環境じゃないデバイスでやって、なんか普通だったらねちょっとやりづらいとかあるんですけど、ふもっふさんのところの体験コーナーでやった時に全然違和感なく、音質も良くて、しかもめっちゃ軽いから良かったんですよね。それを先にいただけて感謝感謝。じゃあまず早速開けていきます。オープン。シャーン。見た目がこんな感じで、すごい軽くて、何グラムなんだろう。ここに詳細が書かれてるのでちょっと読んでみます。接続方法は有線になります。有線で重量なんと 187g。 軽。ここにね、自分でマイク挿したりマイク外したりできるんですけど、マイクを挿した時の重さが 194g になってます。めっちゃ軽い。マイクつけてみようかな。あった。確かにマイク、自分、私みたいにこういう風にもうマイクだけのものがある人はつけなくてもいいし、そしたらもっと軽くなるし、マイクありでやりたかったらつければいいし。可愛くない？こうやってゲームする。めっちゃいいじゃん。しかもつけてもなんか痛くならなそうな、長時間ゲームしても痛くならなそうな感じで。しかもここに見えるかな、フモって。シンプルなデザインで可愛い。やっぱ最近白デバイス系流行ってるのでいいですね。ちょっと実際につないで聞いてみたい、音を聞いてみたいと思います。今この接続しようとして一個私がめっちゃいいって思った点があるんですけど、なんかプレステとかだとこれをそのまま挿すだけでできるんですけど、パソコンだとね、この付属のマイクとヘッドセット、音聞く端、なんていうの、端子、なんていうんですかね、を2個に分かれたやつをパソコンの方に挿さないといけなくて、これなんか大体他のところのヘッドセットとかって緑とピンクとかで分かれていて、なんか確かマイクが緑で、このヘッドセットのマークのところがピンクだった気がするんですけど、私それいつも分かんなくて、いつも間違えちゃってたんですね。挿してみて、あ、違うわみたいな感じの家系でやってたんですけど、これはなんか色とかじゃなくて、こっちに見えるかな、ヘッドセットのマークはヘッドセットのところに挿せばいいし、このマイクのマークはマイクのところに挿すっていうのがもう書かれてるから、ちょっとこの細かいこだわり助かります。はい、ではちょっと先ほどのシーンから10時間ぐらい経ってしまったんですけど、実際にこのヘッドセットをつけてオーバーウォッチプレイしてみたいと思います。やっていきたいと思います。なんかちょっとすぐやって思ったのが、なんかなんて言えばいいんだろう、どこの位置からどの音が鳴ってるかって言えばいいのかな。例えば足音がこの方面から鳴ってるっていうのがすごい分かりやすい気がする。こういうのをなんて言うのかなんて言うのか分からないけど、細かい音がすごい聞こえるというのか、説明とでも話せん。やっぱりなんかいつもより細かく音が聞こえるっていうのが正しいかもしれない。これ普通にゲームだけじゃなくても音楽とかでもめっちゃいいかもな。
ちょっと押すとかもやってみましょうかね。でなんかちょっとしばらくして思ったのが、結構ギュッて、なんていうの、周りの音が聞こえないぐらいギュッて包み込まれてる感はあるんですけど、やっぱ軽いのもあってか、ちょっとしばらくやっても頭が痛くなりそうな雰囲気がないっていうか、私結構締め付けられるの苦手で、すぐ頭痛くなっちゃうタイプなんですけど、全然これいけそうだなっていう率直な感想です。じゃあ次はちょっと押す音ゲーですね。音ゲーやってみたいと思います。うん、やっぱ音楽もすごいいいかも。音量を大きくしてやってみます。待って、本気出す、ちょっと本気出しちゃったりして、やっぱいいわ。できちゃった。でもちょっと思ったのは、やっぱあんだけその方向が分かりやすいっていうのもあって、ちょっともったいない。やっぱやるなら FPS とかそういうゲームで使おう。ただ音ゲームやるよって人には全然問題なく、音ゲーム FPS も両方やるよっていう私みたいな人にはめちゃめちゃいいかもしれないです。ではふもふのお店さんから出るトゥルース、いかがだったでしょうか。もうね、やっぱりこだわり抜かれた音質の中で極限な軽さ、極限の軽さイコールこれみたいなとこがあるぐらい、本当に音質もいいのにこんなに軽くて素晴らしい製品だなって思いました。絶対見て欲しくなっちゃったでしょ。お値段が確か3万円ぐらいで、ちょっとお高めなんですけど、やっぱそのぐらいの価値はある。絶対にもう一つのものをね、大事にしていけば全然ね、3万円も年とかで、何年とかで割っていけばそんな高いものでもないと思うので、ぜひちょっと試してみてほしいです。ではこれでおいとましさせていただきます。 See you next time。